ワー,グナーは、ね、やっぱり音楽史の中でもかなり特殊例えば政治とかね、うん、そういう社会に対する思いとか 行動もした人だし、うん、その結果ほら、うん、祖国にいらななくなっちゃ国に対する民族に対する歴史に対する思いやなんかも「人、うん、外れて強い人、うん、主張もあるしスバルっていう雑誌で僕はあの、うん、座談会やったんですけどその時にワーグナーと三島、まあ、もうちょっと似てるっていうか、うん、三島のあの縦の会のあの政治的な感じとか、うん、そのああいう,こう死に方とかまでをなんか褒めるとなんかちょっとあいつやべえやつだみたいな。 みたいに思われるる空気ががあるっていうのがヨーロッパでいうとそれワーグナーでワーグナーの音楽自体が素晴らしいっていうのはまあ多分結構共通認識としてコンセンサスあると思うんだけど人柄について叩いたらちょっとあのポリコレ的に NG っていう。